こんにちは、木下優香です。今日はね、はい、すごいですね、これ。皆さん、これ何だと思いますか？北海道の阿修利町で有名なラワンブキというものなんです。私、ラワンブキという植物初めて知りました。キク科のフキ属の多年草らしいです。で、なんか別名っていうか、ラワンブキが別名なのかな。秋田ブキとも言うみたいです。あ、ロンがラワンブキの箱に入ってて可愛い。ラン、可愛すぎる。ランこっち見て、可愛すぎる。ハッピーバースデーロン。ランこっち見て。で、実はですね、こちら視聴者さんが送ってきてくださいました。ありがとうございます。これどうやってで調理したらいいのか、マジで見当もつかないです。というか食べ物なのかな。でも多分私に送ってきてくれたってことは食べ物なんだと思います。間違いない。このラバンブキっていうのは日本一大きなフキって呼ばれてるみたいです。これはもう多分切ってある状態なんでしょうね。人間よりはるかに背が高くってびっくりするくらいに巨大だそうです。わー、なんかもうトトロの世界みたいですね。さすが北海道。低いものでも2メートル、高いものだと4メートルになるんだって。やば、低いのだともう私より全然高いじゃん。あ、でも最近は徐々に小さくなりつつあるそうです。ラワンブキの最近のトレンドですね。ラワン何してるの。で、なんかさ、このラワンブキに葉っぱが生えてるみたいやけど、その直径がおよそ 1.5 メートルで人が隠れてしまうほど大きいらしいです。雨の日は傘の代わりになるんじゃないかって言われてるみたいです。言われてるだけみたいです。でもちょっとほんと食べ方わかんなくって、レシピをネットで調べてみたんですけど、今日はね、それをちょっとやってみたいと思います。健康になっちゃう私。で、やっぱ基本ね、ジャンクな食べ物が多いんで、こういうのもね、たまには食べた方がいい。はい、じゃあ作りたいと思います。カメラの中に収まってませんね。アロエを調理したあの日を思い出します。中はね、空洞になってます。指がもう入るぐらいのお鍋に入るサイズに切ります。うーん、どうにもこうにもいかないんでね、この大きさじゃ。あ、めっちゃ切り口綺麗。ふきだ、ふきの匂いだ。お弁当に入ってるふきの匂いがする。え、なんか音がめっちゃいい。楽器になりそう。一本で全然いい感じの量ができそうですよね。で、お湯が沸騰したら塩を入れます。で、そして、はい、ラワンブキの登場です。ほいほい、よいしょ。で、軽くボイルしたら水にさらします。はい、なんかめっちゃ綺麗な色になりましたね。こうしてほら、外側の硬い皮を剥きます。全部剥きます。一人でやります。気持ちいい。めっちゃ剥くのは楽、ただ量が多いっていうね。ロン手伝ってほしいよ。でもまあ、こういうこと手伝わない。寝ることとご飯を食べることしかしない。でもそれでいいけど、ロンは可愛いから。あ、ほら、剥いたらめっちゃなんか食べ物っぽくなった。こう触ってね、硬い皮あると思ったら剥けばいい感じですね。ちょっと一見見分けがつかないんですけど、剥いてるのか剥いてないのか。はい、じゃあひたすらね、剥いていきます。頑張れ、私。美味しいご飯のためだ。これさ、タピオカミルクティーなの、でっかいさ、グラチャンの時のさ、ストローになるね。無理か。で、なんかちょっとね、ボリュームが減った気がします。これをね、小さく切っていきます。この大きさっていうのは、この後作るものがあるんですけど、それに程よい大きさに切ります。めっちゃ綺麗な色になったよね。宝石みたい。すごい今いい表現したね、私。エメラルドみたい。むっちゃ切りやすい。じゃあ基本さ、なんかアロエもさ、ラワンブキもさ、でかい動植物、でかい動植物は動かない動かない。でかい植物はなんか切りやすいね。人間が食べやすいように教育されていますね、これは。こちらね、ビーガンの人でも食べられると思います。楽しい、切りやすいから。ちょっと食べてみよう。
あ、でも美味しいかも。なんかよく噛んどったらこのフキの甘みが出てくる。なんかこれダイエットとかにさ良さそう。結構でもね、こう茹でて皮を剥いたボリュームが減るから、まあ、多めに茹でてもいいかなと思った。あった、最初に切るんじゃなくって最初に縦に裂いて、それから横に切った方が早い気がしてきた。どうかな、うん、食べそう。この歌気持ちよくない？最終的にこういう切り方が一番早いんだなっていうことにたどり着きました。ちょっとね、もうあのちょっと太すぎるかもしれないけど、ラワンだから多分これでいいはず、いいと思っています。私はこうしてまとめて全部細くして切ります。はい、疲れたよ。言うてちょっと少ないっちゃ少ないけど、もう私無理、これ以上もうできない。あー、もうマジで切るの疲れた。はい、じゃあちょっと炒めていきます。まずごま油を引きます。やばい、ちょっとごま油少ない。ごま油好きだからすぐなくなる。尋常じゃないペースでなくなる。温まった切ったらワンブキを入れます。でい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 、お、ロン、全部入れたい、全部入れたいよ。一回に食べたいよ。なんかね、だんだん火が入ってくるとね、しんなりしてくるから大丈夫じゃない。じゃあごま油が全体に回ったら、お砂糖、お醤油、みりん、お水を入れて、水分がなくなるまで炒めます。結構減りましたね。あ、おお、ま、いや、あんだけ切ってこんな色になるんか、すごいな。で、お好みで一味。じゃん、完成です。ラワンブキのきんぴらです。だいぶしょんぼりした感じになりますね。こんなあったんですけど、最初にこうテーブルの上で並べてあの量全部やったわけじゃないんですけど、まあ結構こんぐらいはあったんですけどね、結構切るのも大変だったけど、こういう感じに仕上がりましたね。ちょっともう思わずおにぎりを買ってきました。10個。ちょっとね、ご飯を炊いてなかったんでね、早急に雨の中買ってきました。で、今日はお味噌汁を 1kg 用意しています。いただきます。頑張った甲斐があると思います。美味しそう。はい、もう全然ね、あの茹でる前の面影がほとんどないです。味付け美味しい。たまきんぴらの味付けで、でもね、後からラワンブキの味がきますね。青々しい感じの茎の味がちゃんとして、歯ごたえはすごいシャキシャキしとってめっちゃ美味しいです。美味しい。きんぴらごぼうとはね全然違いますね。味付けは一緒だけど美味しい。ご飯とめっちゃよく合うと思う。皆さん、これどこのコンビニのおにぎりだと思いますか？当てた人にはすごいなって言います。うん、イクラのおにぎり、なんか今日和食って感じ、幸せ。めっちゃご飯とよく合うし、これ和食ですね、今日は。でもなんかラワンブキを食べるとか、ちょっと旅行に行ったみたいですね。北海道に旅行行ったみたい。ごまが効いてて美味しい。きんぴらって手作りすると美味しいですよね。お弁当のさ、ちょっと端っこにちょいと注いであると、ちょっとなんか、脇役って感じなんやけど、ちゃんと作るとすごい美味しい。私大好きなんです。
この糸みたいの見える？多分見えんやろうね。食物繊維たっぷりそう。これは筋子です。コンビニでイクラとか筋子のおむすび買えるってすごいよね。明太子だ。鮭です。うまそう。じゃあおにぎり最後の一つです。で最後の一口いただきます。おう、うん、ごちそうさまでした。ラワンブキめっちゃ美味しかったです。北海道の阿処理町っていうところのラワンブキ、今回初めて存在を知りましたね。そうです。あんな大きい茎の食べ物が4メートルぐらいあるらしいですからね。食べられるなんてすごいですね。ちょっとね、下処理は大変だったんですけど、その後食べるのって格別ですよね。とっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。で今日はね、前食べたアロエの動画をこちらに貼っておきます。で興味のある方は見てみてください。でこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。ラン、ラン、こっち見て、かわいすぎる。ハッピーバースデーロン。